はい、こんにちは、ぶつぐな親人です。今日は2024年10月の27日、1年ぶりです。1年ぶりといっても1年ごとに開催します。浜松基地航空祭に行きます。今金山なので、これから名駅名古屋駅に向かいます。天気はね、持ってくれるといいなと思いますね。今撮影しているのは DJI じゃない、インスタ360 Ace Pro 2ですね、2の 4K60fps の一番高額なモードで撮ってます。かなりね、広く映せますので。そして今カラーがね、今回ライカーナチュラルというカラーで撮ってみてます。どうでしょうか。では向かいたいと思います。はい、名古屋駅です。まあね、いつも来ている場所ですけど、今日は休日にやってまいりました。今日は、ね、7時44分発で行きます。まあ8時過ぎですね、着くのは。多分ね、オープニングフライトにはまあ間違いなく間に合わないと思います。あっという間に浜松駅到着です。バス乗り場ずらっと並んでおります。いや、さすがですね。こんな感じです。チケットはね、前売りを買い忘れたので当日券を買います。意外とね、スムーズに列は進みます。はい、到着しました。去年もここでしたってね、降りたんですけど、こんな感じで続々とやってまいりますけれども、今時刻が9時38分ということで、もうプログラムは始まっております。あそこにヘリですね。今救難やってますかね。もう少ししたら軌道飛行始まるかな。おお、いいとこですね。いや、滑走路エンドいいですね。ここで見ますか。お願いします。スムーズな旋回にご注意ください。中に入るまでね、10分ぐらい歩きます。手荷物検査を受けて中に入ります。たった4機です。いや、もうすごい人ですね。はい、分かっていましたけれども、超で遅れましたが、F15、F2 の軌道飛行には間に合いそうですね。燃料は機内にドラム缶500本分を搭載し、10時間以上を飛ぶことが。ブルーの前はおそらく激混みでしょう。
2倍ズームです。画質劣化どうでしょうか。テーブルインプラスはね、この場所でもう陣取ってみようと思います。最前列はね、早く行かないと無理ですね。画質劣化どうでしょうか。一番に戻します。画面をダブルタップでね戻るんですけど、この反応がね良くないんですよね。あ、戻りました。こんな感じです。2倍ズーム、これ便利ですね。一気に2倍になるのでとっても便利です。ではなんとね 8K でも撮れますので、 8K だとよりこのねブルーインパルスがどれぐらい細かく映るか見てみようと思います。こちらがリニアビューです。歪みが少ないね画角に変えてみました。こんな感じで湾曲がねかなり少なくなっていいですね。ということで今日は2024年エアフェスタ浜松基地の航空祭ね無事に終わりました。雨ですけどねパラパラと今来てますけれども、ブルーインパルスの曲技飛行の時はなんとか持ってくれた感じです。このようにどんよりとね低い雲がありますけれども、まあ、なんとかね持ちこたえてくれたかなというところでございます。で今回ね使用したカメラはこちらです。ニコンの Z6III とタムロンの 50-400mm という、ね、超高倍率の便利ズームです。 F が、ね、4.5 か 6.3 とはいえ、今日ぐらいのねこのような昼間でしたらね問題なく撮れるレンズになってます。バキバキの解像度というわけにはいきませんけれども、やっぱりねブルーインパルスの極技飛行を撮るには 50mm からねスタートできるっていうのはねかなりね良かったですね。プログラムの演目によってはねこう広がる項目がありますので、ある程度広角に撮れるとねよりダイナミックに動画写真がね撮れるということもあって、この 50mm からっていうのは編隊飛行にはぴったりなんじゃないでしょうか。一方ね F15 であったり F2 の単体でのね機動飛行に関してはやっぱりねこの 400mm っていうのは狭いなという気がしますね。狭いというか短いなという気がしますね。ただそこはね DX クロップとかでなんとかね頑張ってね大きく映るようにということしたんですけれども、やっぱりね単焦点もしくは 600mm ぐらいまであるとこの航空祭での単体の飛行というのはねいいのかなと思います。この組み合わせねおすすめです。値段的にもね、このように片手で持ってるコンパクトさ、そして50から始まって 400mm までのその汎用性の高さですね。バキバキの改造ではないですけど、まあ後のね処理で最近 AI 処理とかければなんとかなりますので十分かなと思います。動画とかね写真あげますので参考にいただければと思います。ということで今 F15 の真ん前にいますので最後ねちょっと撮って帰りたいと思います。